今回、まあ、何をやるかって言ったら今から出ます。アメリカ横断ウルトラシリーズパート4。こちらをやっていきたいと思います。まあ、これ選んだ理由っていうのはもう正直、まあ、視聴者参加型のクイズ番組って、いやもう今、高校生クイズしかないんですけれども、まあおそらく今年絶対やりそうにないですから、まあクイズ系をどうしてもやりたくなってしまって、まあ今回これを選ばせてもらいました。まあ今までのパターンでいきますと、今年はマスさんの最後の高校生クイズで、次からは新しいキャスターになってやるはずだったんですけれども、まあおそらく来年にならないと絶対やることはないと思います。まあこれで今年やったらえらいことになりますからね。まああのスマホ予選みたいに全国大会もスマホで済ますなんていうことはやることはないでしょうから、もう確実に来年に回すと思います。来年に限り大学2年生も高校生クイズに出るなってことは絶対にやりそうにないですから、じゃあこちらを行きたいと思います。まあこのウルトラクイズもあのパスワード方式ですんで、今も安定してできるゲームの一つです。お届け物です。はい、こんにちは、ウルトラクイズの参加者さんですね。では名前のドローをどうぞ。なんとある意味スマホではないよな、タブレットか。なんと第4回のパート4のウルトラクイズではスマホ参加という形、タブレット参加っていう風な感じになります。嘘です。で、まあ自分がこう言ったので実況する際の、あ、ゲが入らねえ。じゃあね、開けたまで行きましょう。なんのこっちゃ的な感じになるけど。あれ。あれ。わかってるよ、そんなこと。あ、こっちにあった。セレクト押したらできる。じゃあこれでいきます。マイハウスゲームドーム。まずはゲームドームで丸バツクイズだ。正しいと思った方へ行ってくれ。4問正解でクリア。3問失敗でゲームオーバー。ちなみにあの高校生クイズは、あの、1回から20回まではイエスノークイズという風な形で言われて、21回目から丸バツクイズという風に言われていますが、なんか自分あの20回の高校生クイズに参加したんですけれども、その時もう丸バツクイズだったような気がするんですよね。中国地方予選でしたけれども、あの時もうすでに丸バツだったんじゃないかなってずっと思ってるんですけどね。敵に当たってピヨったら A ボタン連打で回復だ。さあ自由の女神に向かってジャストミート。まあこれはもう司会者福沢さんの叫び声ですね。でもどうせなら福沢さんに似せようよ。自由の女神の王冠の7つの時にはそれぞれに意味がある。7つの大陸を言ってたんじゃなかったかな。これあの第2問、朝鮮料理の道具にチゲ鍋という鍋がある。キムチチゲをそれ専用ってあるんかな。
まあありそうでないっていうのはクイズの常識だからこっち×に行きましょう。あるんか。コンピューター用語のアスキーアート、アスキーコードは日本で開発された。アスキーどうなんだろうな。一時モナが取られたっていうので、それから遠隔操作ウイルスの事件に発展するっていう風なのがありましたけれど、いやこっち行こう。よし、危ねえ危ねえ。大相撲の元高見山は初土俵のしこ名はジェシーであった。しこ名ってカタカナつけられんのかな。ういつけられたんだ。日本に初めて登場したタクシーの燃料は黒煙だった。黒煙、つまりあれか、ガソリンでなくって黒炭じゃなくて黒煙。麦飯の麦は小麦のことである。大麦若葉とかっていうのはあるけれども、小麦って限定されてんのか。とすると小麦アレルギーっていう、あ待てよ、小麦アレルギーっていうのは書かれてないな。ほう、今あれ両方ともにリーチだったんだよな。ステージクリア、おめでとう。第一関門突破だ。次は成田に向かってジャストミード。まあ似せる気ありませんので似せられないというあれですけど、3回があれば機内クイズ、気を引き締めていくよ。もうこれは完全なる運ですからね。じゃんけんに限ってはもう本当に運の勝負ですから。今相手がわざわざチョキだったのグーにしてくれたんじゃねえか。まあ運が良かったっていうことだよな。運が良かったな、この調子で頑張れ。はい、言われましたと。で実はこのウルトラクイズのパート4ではこの機内クイズ、お次はウルトラクイズ最大の難関機内クイズだ。20問中15問正解でクリアだ。頑張れよ。4分の3 75% 正解しなきゃここは通過できませんが、実はこれ流域面積が最大なのは、なんだっけ、ナイル川だっけ。寝ぼけた仏教用語で、極楽。一蓮托生を世間に広めたのは、誰だ。ちなみにこれ、指を右左上げてますけれども、これで実は間違いっていう風なのを出しています。どっちがどっちだったかちょっと覚えてないですけれども、まああれ今両方22、右が3、規定競技フィギュアスケート、駅の名前はごめん駅、すまん駅、許せ駅、すまん駅。1日は、
そう、ワーテルローの戦い、イギリス同盟軍の総司令官。多分右が間違いだったと思います、確率的に。ですんで、9000メートルを超えない海溝、マリアナ。今、ドミニカ、イスパニオーラ。猫の前足の指は5本あるが、後ろ指は何本あるか。リア王、ビクターのトレードマークになっている、あら、左側、丸鍋という鍋料理の材料。あ、しまったな、数数えてなかった。ラグビーワールドカップ、どこだっけそんなの、覚えてね。アンドレカンドレ、品種改良、メープルシロップは変えで、あ、やっぱり左側だ。馬の年はどこで歪め、あ、違う、まあどうせ落ちてるのは分かってるから8、右が12回、10回超えてるのは分かってるから、独立宣言書に書いてある日付が独立宣言のがあるってのはファミコンであったけれども、まあ、マリに行ってみるか。これ実はピヨってる間敵に当たっても弾き飛ばされないんですよね。地球から見える月の大きさはいつも同じである、つまり深淵になってるかどうかってことなんだよな。そりゃねえだろ、さすがに地球だって楕円の形なんだから。実はオーマンの首都の名はマスカットである。オーマンってどこだ、オマーンじゃなくてオーマン。うん、サトウキビから塩もと、塩は取れる。あっても流されそうな漁師が取れねえんじゃねえのか。なあ、くそ、前に進ましてくれねえ。正解すら教えてくれねえよ。どっちだったんだろう。冷やした方が甘い。これはあれ、果物の防御反応なのかな。まあここはもう、もうこれも正直運の勝負だから、いけるいけないか、もう。負けるときはこう連続で負けるんだな、本当にもう。はい、3連敗。
銅板の厚さは10円玉よりも厚い。10円玉のあの厚さよりはあるだろうと思わせておいて、実はこっちとか。違った。ヘリウムの原子量は水素の約4倍である。違う、水素の2倍。水素の4倍はベリリウム。え？人口密度は日本より高い。今どうなってんのやら。クウェートは岩手県より狭い。ねえ、地理系が続くな。人間もき、あ、これは同じ。今までの中で一番自信のあった問題だ。鶏も驚くと鳥肌ができる。毛が全部抜けやで、仮装した場合。うい、できるんだ。ああ、負けちゃったよ。自由の女神、なんかどっかで見たと思ったら一番最初に出た問題だよ。海溝よりもトラフの方が深い。南海トラフ地震ってちょっと怖いのが今現在起きるかもって言われてるけどな。やっぱこっち行こう。北極でもカビが生える。まあ結果的に菌も活動できるんであれば、まあカビも生えるであろう。あら、ダメなの。少年院で、これはどうなんだろうな。あ、さすがに最初のケーキから一気にそっちに行くことはねえだろう。うん。博多どんたく、この由来はドイツ語である。意外と日本語と思わせておいてドイツ語っていう風な。語源問題は思わせておいて実は違うっていう風なのが多いからな。ねえ、やっぱり日本語だったか。日本に初めて、あれさっきどっちで、あれさっきどっち選んだっけ。同じ問題が出て答えを忘れたなんてよほど悔しいもんねえな。うん、よかった。桜塚。
もう3択クイズにすら挑戦しても挑戦させてもらえねえっていう風なの。ああ終わっちゃったい。太陽系の惑星の自転の向きは全て同じである？そんな偶然なかなか起きねえだろう。次に言えばこの時はまだ冥王星が入ってたんで、南米には赤い時がいる。トキってそもそもピンク色っていうことで赤いっていうのはないのかね。乱獲されて日本産の時は全滅しちゃいましたけれども、全滅じゃねえ、絶滅。日本の FM 民間放送の第1号は東京 FM である。さすがにな。何でも東京が1ってことはないだろ、さすがに。さーて。さっきはこれで次に負けたっていうのだったけど、またいた。自由の女神の除幕式日本人は招待されていないんだよな、これ。第16回のウルトラクイズと全く同じ問題なんだよな。日本人の除幕式に、日本人も招待されていた、丸か×か。赤ちゃんは生まれて涙は流さない。そりゃねえだろう。そんな器用なことできるんかというか、そういうのなるのか。マジか。潜水発射弾道ミサイルのことである。潜水艦発射弾道ミサイルのことである。なんか時期的になんかこれ弾道ミサイルやらトラフやら時期的になんか重なりの問題が多いな。 B 型肝炎と同じ。 A 型 C 型 A 型肝炎 A は聞いたことあるような気するけど、 C ってあるのか。ネッシーで有名なネスコはクッシーに乗れるクッシャロコより狭い。
そういえば逆転裁判でヒョッシーなんつうものもありましたね、ひょうたんこってことで。まあ正直どうも、もう結構問題のストックも丸抜多分少ないと思いますんで、もう今度はいけるか。いけました。本当にあっさり勝つときはこんなあっさりいくんだけどな。次ソウルカラー赤と緑と、はい、444本、333、違う、タバコが嫌いだった人はアドルフ・ヒトラー、あれかい。やっぱりそういうのがあるんだね。やっぱり果物の女王、王様はドリアンだけれども、ドイツワインで最もシュペトレンジがレンズの屈折率ブルーム、1回り1852、マスコット、マスコット悪魔、違う、日本語の大根足、ベッド足、違う、流域の面積、さっきナイルで違ってたからユーフラテス、ミシシッピなんか、寝ぼけ、幸せ、幸せか、地球の表面積最も近くで多い、ケイ素3、体素3素、携帯3、酸素。沖縄1年に平均何個の台風20個で決定的な引導を渡す、初めてバスが走ったのは広島、広島か、ナイチンゲールが自ら志願して従軍戦争、白年戦争、クリミアか、ドミニカ共和国、実際にある昆布虫、違う、丸鍋、言ってないよ。もうね、正直左手を上げているかどうかでもう分かってしまうからな。さっきよりも低い。左手に持つのは独立宣言書。正直あのファミコン版のアメリカオーダーウルトラクイズ史上最大の戦いみたいにカンニングとかできる技はないけれども、4では人間からチンパンジーに輸血はでき、どうなんだろうな、会えばできるんじゃねえか。まあできるんだ。ってことは逆もできるってわけだよな。お寿司屋さんで紫、わさびは涙。暖流とは水温が25度以上の温度のことなのか、暖流って。で、文字見りゃそのまんまだよ。
でも違ってた。さーてと、こら完全に負けるパターンだな。しかもお、20から222まで追い込めた。まえ、そんなんだったら花からもうすぐに負けてくれ。1885年である。昔ロンドンの地下鉄には蒸気機関車が走っていた。地下鉄で蒸気機関車なんかやったらもうめちゃくちゃなことになるね。走ってたの？うん、海にも成層圏がある。成層圏って地球の上に行くで宇宙との境目だろ？ないだろさすがに。あるんかい。これどっちだったっけ？さっきどっちに行ったっけ？こっちに行ったっけ？さっき。ダイヤモンドは誕生石確か3月で OK だったはず。あら、ああ、Oh my god。16回のウルトラクイズ。確かこれはさすがに B ボタンじゃダメか。やだ、やっぱりさっきの記憶で OK だった。これは違うと。完全に月が深淵でない限り同じっていうか、よくよく考えたら月や地球からは同じ場、同じ面しか見せないわけだから変わりようがないんだよな。でもそれでも罰。エリザベス女王には選挙権がある。この人が入れたらもう一瞬にして終わりだろう。この人が選んだんなら OK だってことで。こりゃさっき涙流さなかったんだよな。桜塚。
動かさなかったらそのまま負けた。もうこれでダメならやめます。フランスから1985年100周年記念の時が初めてである。さっきこれどっちでやったっけ。もうすっかり忘れてる。さっきのことなのに。グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国。こりゃ丸だった。これはできた。クイズで負けるってんならまだわかるけれども、運で負けるってのはな。まあ本来ウルトラクイズにもちゃんとじゃんけんはあるんだから、文句はないんだけどね。はい、負けましたと。まあさすがにちょっとここまでやって運で負けるっていうのもあれなんですが、まあ今日はもうここまでにしておきたいと思います。まあ今回まあ高校生クイズ、自分が結構年に一度楽しみにしてるやつなんですけれども、それがもう今年は絶対やんない、やらないっていうのはもう分かりきってますんで、まあ今回楽しみを自分で作ろうと思ってこんなんやってみました。それでは失礼します。